よ。あー、メルストの次のイベント楽しみだね、リアンくん。全部の国別イベントがサードまで終わったんだもんね。ってことは、今全部でどのくらいあるんだろう。メフテルハーネには全部で18カ国あるでしょ、うん、それが3周したってことは54本。国イベだけですごい。でもこんなにあるといっぱいあってどれから読もうか迷っちゃう人もいるかもな。初心者さんにも最近また始めたよって人たちにもいっぱいお話読んでほしいのにな。前にラスピリでやったみたいに僕たちのおすすめストーリー紹介とかできるといいかも。そうだね。おすすめストーリーか。全部。そうなんだけど、それじゃおすすめにならないよ。いずれは全部読んでもらうにしても、その取っかかりを作るのが僕たちのお仕事でしょ。よし、こうなったら徹底的にレポしなきゃ。全部読み返す。そうだね。みんなにしっかりストーリーの魅力を伝えるためにも今夜は眠れないよ、カリン。ここからなんだよな。今気づいたけど、さっきのセリフってそういうことじゃない？そうだよね。この子だってずっと必死でさ。これで二人はついに、ついに。そんなことって。よかったよ、とうとうよ、優しい世界だよ。おはよう、ガリン。おはよう、リアンくん。その感じだとリアンくんも寝てない？スリープするのも忘れて読みふけちゃったよね。私もずっと泣いてたのと寝不足とで目がしょぼしょぼしてる気がする。 3D モデルに反映されてるかどうかはわからないけどね。わかりやすというわけで、今回取り上げるのはメルスト国別イベント泣けるストーリー編。今回はこのテーマね。選ぶの難しすぎてサードイベントの泣ける話に絞って2人で2本ずつ選ぶことにしました。悩みに悩んだけどなんとか絞れたね。まず私からいくよ。どうぞ。まず最初におすすめするのが、お菓子の国サードイベント、隠され市英傑と歓喜運ぶ聖なる雪。おー、とっても壮大でロマンチックなお話だよね。お話の主人公はこちら、ロッシェくんが新しい衣装で登場です。ご覧ください、この美しい太ももにふくらはぎ。これぞまさに王子様系美少年系っていうか、本当に王子様だもんね。風格あるんだよな。12歳とは思えないスーパー王子様の彼だけど、お話を通じてさらに成長する様子は必見ですよ。さらにお菓子ファーストで主役級に活躍をしていたイケメン王子様系女子ジネットちゃんもロッシェくんの相棒として登場して、さらなる大活躍をしちゃいます。ロッシェくんとジネットちゃんは自称300歳の鎧の人パネットーネさんと一緒に聖雪祭に必要な聖火というお菓子を集めることになるんだけど、謎の女の子クラリエテスちゃんが行く先々で邪魔をしてきて、その行動や時々こぼれる意味深なセリフの本当の意味、そしてパネットーネさんとの関係性が明らかになった時、涙なしでは語れません。後半では聖雪祭の意味やお菓子の国の建国秘話も明らかになったりするし、メインストーリー一部を読んでメフテルハーネ全土の歴史が気になっている人にもおすすめかもしれないね。そうなんだよ。そういえばファースト、セカンドの時のキャラクターたちが再登場するお話ってこれが初めてだったんだっけ？そう、あの時のあんな子やこんな子が全員集合してそんな会話を。オタクはみんな好きなやつだよ。もちろん単独で読んでも素敵なお話だけど、できれば3部作として続けて読んでほしいな。そして全員箱で押そう、お菓子の国だけに。うまいこと言えてるのかな。
そしてお次に紹介するのは魔法の国サードイベント、呪われた指輪と祝福の聖夜。あー、これも納得だな。カリンならそこ行くよね。そう、このお話ではメルスト界トップレベルイケメンのアインレイラ先生とそのお兄さん、ムメントまで呼ばれる偉大の変身魔法の使い手で同じくメルスト界トップレベルイケメンのレルハルディさん、このウルトラスーパーデラックスイケメン兄弟の関係性がついに語られます。レルハルディさんは登場した時から絶対兄弟で不仲だって言われてた二人だもんね。気になってた人も多かったんじゃないかな。これもお菓子の国と同じでファースト、セカンドのキャラクターたちがたくさん再登場するお話だよね。そうなんです。セカンドでも活躍してたアインレイラ先生は今回ひょんなことから10年前学生時代の自分に戻っちゃうんです。姿だけじゃなく記憶や性格も学生の頃に戻っちゃったアインレイラ先生は現代のレルハルニーさんと久々の再会を果たすんですよね。アインレイラ先生は生まれつき魔力が少ない体質で魔法の国有数の名家ベヒター家を飛び出した過去があって、お兄さんのレルハルニーさんは今はそのベヒター家の当主なんだよね。そうなの。そんな経歴がある二人なら仲良くできるはずがないって思うでしょ。だけどアインレイラ先生の恩師にして学園長ヨルスウィズさんも驚くほどレルハルニーさんはやたらとアインレイラ先生に対して笑顔を向けるんだよ。なぜ二人の本心は素直になれないお互いの態度や行動の理由が語られるとき、涙なしではいいか省略。もちろんこの二人の関係性も素敵だし、これから先生になるアインレイラ君とアシステアちゃんの師弟関係とか、ヨルスビズ学園長の愛嬌といい先生っぷりのギャップ、ファーストに登場したシエラさんの本心とか見どころはたくさんあるよね。うんうん、そうそう、新しい衣装になったシエラさんは左手に注目してあげてくださいね。カカリアンズ、さあ今度はリアン君の番だよ。よし、僕が最初に紹介するのは砂漠の国サードイベント、寒天に降る惨禍、僧帽に瞬く金の影。うわー、涙は涙でも切ない涙だ。物語は記憶喪失の女の子サリハーティちゃんと、口下手のせいで家族やいろんな人から誤解されることに慣れてしまった不器用な青年アルファルゾンさんを中心に進んでいくよ。サリハーティちゃんって記憶がないだけじゃなくて喋ることもできなくなってて、石板やジェスチャーであたふたしながら頑張って喋るんだよね。かわいい。そんなサリハーティちゃんが出会ったアルファルドさんはぶっきらぼうだし目つきも悪くて口下手で、でも食事を作ってくれたり怪我の解放をしてくれたり、いろいろと世話をしてくれるんだよ。そう、そんなアルファルドさんのことが気になって仕方ないサリハーティちゃん、ゆっくりと深まっていく二人の関係、はあ、かわいい。けれどそこである事件が、この二人やお忍びの王子たちを連れたユウくんたちが立ち寄った国の外れの貧しい町で歯車は狂い出してしまうんだ。あー、やめてよ。実はアルファルドさんには人には言えない事情があって、サリハージちゃんが記憶も言葉も失っていることにも実は深い秘密があったんだ。二人の正体が明かされた時、二人が取った行動は、お互いの気持ちの行き先は、涙なしでは語れないね。切ない、切ないよ。もっと楽しい話もしようよ。ズルバ王子と外国出身のカナト君の主従関係がエモいとかさ。そうだね。あと今回は特におなじみジャモさんの活躍もポイント。悲しいけど美しくてメルストらしい救いもあるお話で僕は好きだよ。さあ続いて紹介するのはエレキの国サードイベント、時を紡ぐ白い部屋と約束の絆。うわ、また指折りにしんどいやつ。リアン君そういうとこあるよね。いや、そういうとこって何さ。さて主人公のルト君は何も好きなこともやりたいこともない男の子。彼は創作隊のラルトさんやユウ君たちと一緒にちょっとした事故にあって
50年前のエレキの国にタイムスリップしてしまうんだ。そこで身寄りのない子たちが集まった孤児院で生活をしている女の子メリアちゃんたちと一緒に過ごすことになるんだよね。これまで何にも興味が持てなかったルト君と大好きな子供たちのために一生懸命なメリアちゃん、ちょっとずつ縮まっていく二人の距離にキュンとするの。うんうん、メリアちゃんたちと過ごす中でルト君の中に初めて熱い気持ちが生まれて、そんな自分に戸惑いながらもだんだん成長していくんだよね。メルストユーザーさんはよくご存知だと思うけど、この世にはね、クールなはずだった少年の生まれたての感情からしか得られない貴重な栄養素があるんだよ。メルストは心の処方箋だからね。でもこの時を超えた青春はやっぱりずっとは続けられない。タイムスリップしてしまったルト君と過酷な時代を生きるメリアちゃん、出会うはずのなかった二人が出会った奇跡の物語、そして奇跡の結末をみんなにもぜひ見届けてほしい。ルト君、メリアちゃん。やりきった。僕たちやりきったよ、カリン。広報としての務めを果たしたんだね。うん。素敵なお話いっぱい読んで、いっぱい泣いたけど、心はあったかくて晴れやかだよ。これぞ、メルストのストーリーの魅力だよね。画面の前の皆さんのおすすめストーリーも知りたいし、ぜひコメント欄で教えてほしいな。ネタバレなしでどれくらい魅力的に紹介できるか、僕たちと勝負だよ。私も聞きたい。まだまだ紹介したりなかったお話いっぱいあるもんね。次はどういう切り口で紹介するか考えておかないとね。うん。それじゃあ今回はこのあたりで。せーの、ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。